小学6年の頃、同じクラスの男の子が近所の電柱に赤い骸骨の足跡があると言い出した。嘘だと思ってみんな相手にしなかったんだけど、何度もしつこく言うので放課後クラス全員で見に行った。そしたら本当に下から1メーターくらいのところから30センチくらいの間隔で赤い足の骨の跡がてっぺんまで続いていた。みんなでワイワイやってたら近所のおばさんが、工事の人の印だよと。その時はなんだって感じだったんだけど、よく考えたらそんな印するはずないんだよね。多分小学生が騒いでうるさかったので適当なことを言って解散させようとしたんだろう。その電柱は自分たちが見に行った2日後に新しいのに変えられたそうだ。今でもあれは何だったのかが気になって仕方がない。